こんにちは。速報健康なお時間です。今日はですね、骨盤が、締まりすぎているのを解消する、締まったのを緩める方法を紹介したいと思います。まずはこのようにうつ伏せになってもらいまして、で次に左足を曲げてもらいます。で次に息を吸って、お尻の仙骨のあたりですね、そこにぐっと力を入れてください。まあ、入れ方としましては、うんこするときに気張るような感じで、やってください。で力入れたときに 2,3 秒息を止めます。で止めた後に次鼻から息を吐きながら全身脱力してください。これを何回か繰り返します。で仙骨の周りが温かくなったら OK です。なぜ左側をするかといいますと、基本的に骨盤の左側の方が緊張が強くなりやすいので左側をやっています。はい、ぜひ簡単なんでやってみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。では。